ない。艦名は神聖ローマ皇帝カール6世にちなむ。本館は、フランス海軍が、装甲巡洋艦デューピードロームを収益させたことから、その影響を受けて、同等のコンセプトで建造された艦である。竣工当時の、カイザーカール6世の武装配置を示した図。波の穏やかな、アドリア海での運用が主であることから、船体形状は還元の比較的、 低い平ら板型船体とした。艦首水旋下には昇格を有している。艦上には、前後甲板に 24cm 単素手法各一基を置き、艦中央部に、環境、短脚式の前後小、三本煙突を配置した前後、シンメトリーに近い配置形態とした。中央部の煙突周囲は、探偵甲板となっている。15cm 複砲は、 前級と同様に、単装砲射で装備された。配置は、前後の主砲塔部分原則のケースメート部に、各一基、船体中央部探偵艦パン下の張り出しに、片弦二基の計八基である。搭載にあたって、複砲の守備線方向への社会を確保するため、前後の主砲塔原則部に配置された複砲は、船体の一部を切り替えて設置し、 また、船体中央部の複方は張り出しを設けて設置している。この配置により、艦首尾方向に 24cm 砲1門、15cm 砲4門が、原則方向に 24cm 砲2門、15cm 砲4門が、試行できた。手砲は、クルップ射精 C-86-24cm 砲を採用した。この砲は、 同時代のドイツ海軍の全土級戦艦、カイザー・フリードリヒ三世級や、装甲巡洋艦、フィルスト・ビスマルクの手法にも採用されている。最大行角は、最大30度、深くはマイナス5度まで方針を上下できた。旋回角度は、艦首方向を0度として、左右ともに150度に旋回できた。 重量 140kg の砲弾を、行角30度で射撃した場合、最大16,900メートルまで届かせることができた。発射間隔は、毎分1.5発であった。副砲もクルップ社の新設計した1898年型 15cm 速射砲で、主砲と、同じく同時代のドイツ海軍の全土級戦艦や、 走行巡洋艦の副砲として広く採用されている。その性能は 45.3kg の砲弾を、行角20度で13,700メートルまで届かせることができた。方針は、行角20度からマイナス5度の範囲で上下でき、150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、毎分4から5発である。他に、耐水来艇迎撃用に、 シュコダ社製4.7センチメートル単装速射砲を16機とフランスオチキス社製4.7センチメートル単装速射砲を2機装備したその他に陸戦用として7センチメートルヤホ2機を搭載した水雷兵装として45センチメートル水中魚雷発射管を単装で2機装備した 監視方向から撮影された本館。ありがとうございます。